皆さんこんにちは、タカラビでございます。いつも動画を見てくださいまして誠にありがとうございます。今回はですね、ちょっといつもと動画のテイストがちょっと違うんですけれども、僕から皆様にご報告がございます。タイトル通りなんですけれども、実は家族ができました。というわけでございまして、ポコモの音に合わせて、まあ、ちょっとメロディーラインは変えていくんですけども、慣れ初めをお伝えします。ちょっと恥ずいね。前振りはなく、それは突然出会った、それは僕の一目惚れ、もしかするとこれは必然、暖かい日差し差したあの日、小さい頃から君を探してたんだと思うんだ。これからはずっとよろしくね。はじめまして、僕の新しい家族です。彼はミーアキャット、この子はミーアキャット、僕の新しい相棒です。元気いっぱいの男の子です。彼はミーアキャット、この子はミーアキャット、何度も見返したライオンキング、大好きすぎて見にく劇団誌、テレビに食らいついて笑い転げたハイエナの岡村、音楽目指し上京した10年前、毎週クラブで歌い続けた、覚えてもらうためその名の通り裸で歌った、もしかしたらあの時から迎えたかったかもな。これからはどうぞよろしくね。はじめまして、僕の新しい家族です。彼はミーアキャット、この子はミーアキャット、僕の新しい相棒です。元気いっぱいの男のです。彼はミーアキャット、この子はミーアキャット、はい、というわけでございまして、家族ができました。モンティです。ちょっと今冒険家なんで、いろんなところに行っちゃうんですけれども、さあというわけで、迎えたのは3月ですね。3月の後半だったんですけど、歌詞を解説していくと、あ、前振りなくそれは突然出会った、それは僕の一目惚れ、暖かい日差しがあったあの日みたいなやつはゴシゴシやってんの。2017年の12月の12日ですね、キッピーさんとか大地くんとか、なぎさんとかと一緒にですね、横浜のなんかオービー横浜っていうところだったと思うんですけど、そこのなんか動物園みたいなところがあって、でそこにふれあい動物園みたいな、動物とふれあえるみたいなやつがあって、その時にミーアキャットがいて、むちゃくちゃ可愛かったんですよ。もうマジでめちゃくちゃ可愛くて、でその時からやばいと思って出たんですけど、おお、何、はいはい、どうぞ、デコです、俺のデコです。お、あ、落ちた。まあ、ちょっと時間軸ぐちゃぐちゃになっちゃうんですけども、ちっちゃい頃もディズニーで一番好きなのがライオンキングで、でそれでもう好きすぎて劇団四季もね見に行って、でさらに超ド世代なのが岡村隆史さんがですね、ナインティナインの岡村さんが劇団四季にハイエナダンスをしに行くみたいな、あれももう超世代で、むちゃくちゃもうびっくりするぐらい見てて、で
でさらになんかそれこそ10年前ぐらい、上京する時とかに、昔からなんか余興とか結婚式の余興とか、あとカラオケでみんなをこうやって盛り上げる時になんかサークルオブライフを歌ってたりしてたんですけど、でそれでなんかこれを使ってってる歌ってたんですけど、もう好きすぎてサークルオブライフ歌うのがもうちょっと楽しくて好きで、いつも iPod で劇団四季 のサウンドトラックをずっと聴いてたんですけど、大学の時も。でこれはちょっと上京して、で音楽目指そうって言ってクラブとかでずっと、毎週歌ってたんですよ。月10本とかでなんかライブやってて、でもなんか普通に歌っても覚えてもらえねえなと思いまして、もうどうやったら覚えてもらえるだろうと思って、もうね上半身裸でもう全てをさらけ、もう本当にさらけ出して歌って、まず覚えてもらってみたいな、もうそのくらい好きだったんで、もうその時からなんかもしかしたらもうミーアキャットをこう家族に迎えることは必然だったんじゃねえかって勝手に思っております。ですごい冒険家、あ、すごい冒険家だダメだ、ダメですね。でもゆっくりしてるやつの動画とかもあるので、それはラベさんちの方で公開していきますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。登ってんな。もうインスタのもう隠しきれずにね、もうインスタのストーリーで親しい友人にだけ見えるように、もうずーっとね、もうめちゃめちゃアップしまくってたんですけど、ついに YouTube デビューですね。もうかわいすぎてやばいんですけども、ぜひともですね、うちのちょっと今いないんですけどモンティをよろしくお願いします。以上、タカラでございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。モンティ。キモ。キモ何してんの？あ、やべやべ。モンティ。モンティ。お。やあやあやあ。テイストがちょっと違うんですけれども、僕から皆様にご